こんばんは、脚本家のガク川崎です。さあ、本日のテーマはこちら、箱書きってなーに、聞いたことある方も聞き慣れない言葉の方もいると思いますが、これ実は脚本の書き方の話なんです。一体どんなのか今日はご説明していきたいと思います。脚本の書き方いっぱいあると思います。以前僕がちらっと、動画でご紹介したのは、〇〇がバツバツをして三角三角になるっていうところから考えるとやりやすいですよっていうのがありました。同じように、よいしょ、有名な言葉でもありますが、よいしょ、起承転結っていうのもありますね。さらに、別のことで序破急とかもあったりしますが、まあそれは同じようなことを置いといて、いろんな物語の構成の作り方っていうのはあると思います。こういうのを一回構成を決めちゃってパッケージを作ってからコツコツと頭から書き始めるのが、まあ一番セオリーとされてるんですが、特殊な書き方の一つとして箱書きと呼ばれるものがあります。一体どういうものかというと、まずステップ1、シーンだけを書く。これを箱と呼びます。例えば告白のシーンとか、何か殺しのシーンであったり、笑いのシーン、何でもいいです。このワンシーンだけすごくイメージがくっきりあるんだな、前後は分からないけどこのシーンがやりたいっていうシーンだけをとりあえず書いてみる、これを箱と言います。そしてステップ2、箱を集める。そういうふうにできたお気に入りのシーン、その箱複数のものをたくさん書いていくわけです。それはもう別に、関連性は考えなくていいです。主人公もバラバラでいいですし、登場人物もバラバラでいいんです。とにかく思いついてやりたいことだけをひたすら書いて数を作る。そしたら3つ目、箱をつなげる。バラバラに書いたものなので、そう簡単につながるとは限りません。まあ、主人公も違ったり状況も違いますけど、できるだけ作った箱の多くを並べていって、それを一番面白くたどるにはどうしたらいいのか、もしかしたら、よいしょ、最短距離かもしれないし、あるいはちょっと遠回りして描いた方が面白いかもしれない、いろんなたどり方があるはずです。組み合わせを考えていくことです。一番大事なのは、物語を書いている時に手が止まってしまうのが一番意味ないんですね。こうやって物語を考えるときに、いいアイデアが思いつかないな、机の前で頭をひねることっていうのはたくさんあるんですけど、そこで何も動かないと、ただ考える時間で、いわゆる降ってくるの待ちというか、アイデア待ちになっちゃいます。もちろんそういうひらめきもすごく大事ですし、僕もそういう時間ないわけではありませんが、それで時間を無駄にするぐらいだったら、手を動かしてヒントを探そうという作業が必要なんです。その時に大事なのが箱書きという方法もあるよと。やりたいシーンだけはあるんであれば、それだけをとにかく書いてみて、例えば、スケッチブックでも構いません。そういうものに書いて、床にバーッと調べて、それをどうやって辿ったらいいかな、にらめっこしてるだけでも、ただ机の前で頭の中で考えてるよりかは、イメージができる。大事なのは、今持ってるアイディアをちゃんとものにする。具体化に、具現化していく。それをどういうふうにつなげていくかを、また後に考える。この箱を集めてる作業の時に、つなげることを考えないようにしてください。考えちゃうと結局一緒なの。本当にここは自由に好きなように書いていって、最後に帳尻合わせでちょっと考える時間を別で置きましょうと。やっていくと意外と一本できてくるんじゃないかなと。この時に、あれこれ好きなシーンを集めて繋がってるように見えるけど、ちゃんと面白いかな、わかんなくなったら、こういった定規使ってみましょう。丸バツ三角で言うと、ちゃんと成立してるかな、あ、こういう物語だ。あ、じゃあこれが足りないな。いや、ここは言い過ぎかな。いろんな足し算引き算ができます。起承転結も混ぜてみましょう。この物語、起承転結がどうなのかな？あ、やたら木が長くなっちゃってるな。あるいはケツが弱いんじゃないかな。点だったらもう少し展開が欲しいな。いろんなことがわかると思います。一つの形に縛られて、システマチックに物語を作るんじゃなくて、できている物語が合ってるか面白いか、どこがダメかを測るための定規が、こういう箱書きだったり、起承転結だったり、丸バツ三角っていう定規なんです。これで正しいかどうかを測るだけです。なので、これを最初に埋めようとして頭をひねるんじゃなくて、いろんな方法で書いていって、これがダメならこれ、これがダメならこれ、いろんなことに当てはめていくと、物語って自然とできてくるものなので、皆さんぜひ試してみてください。はい、本日は以上です。どうもありがとうございました。